聖書に書かれている地獄へは実際に訪れることができますし、聖書に書かれている地獄を実際に見ることもできます。自分は死んだらどうなるんだろう。誰しも一度は考えたことがあると思います。最終的に天国に行くのか地獄に行くのか、それはその時にならないとわかりません。古くから人は死後の世界に強い関心があって、死後の世界に関連する物語や絵は多数存在します。中でも有名なのがダンテ・アリゲイリの新曲とジョン・ミルトンの失楽園。新曲はダンテ自身が案内人ヴェルギリウスと共に地獄、煉獄、天国へと旅する物語で、失楽園は堕天使ルシファーの物語です。そしてもちろん聖書にも死後の世界については書かれています。今回はいくつかの地獄を紹介したいと思います。もともと地獄とは地球上に実際に存在しているゲヘナという谷の名前が訳されて地獄という言葉になりました。ゲヘナはイスラエルにある谷で、その血生臭い歴史から殺戮の谷とも呼ばれています。紀元前10世紀、イスラエル王国をソロモン王が支配していた時代では、神モレクへの生贄としてゲヘナの谷で定期的に新生児を生きたまま焼き殺していたと言われています。ソロモン王は悪魔使いと言われていたり、神からもらった指輪をはめて動植物と会話できたという逸話があったり、旧約聖書にもソロモン王は登場するんですが、実在していたかは議論されていて、実際に新生児が犠牲になっていたかは分かっていません。とはいえ、ゲヘナの谷の血の歴史は続き、紀元前6世紀バビロニア人がイスラエル王国を襲撃した時には、戦いで犠牲になったたくさんの人々がゲヘナの谷へ投げ捨てられ、やがてゴミ捨て場になり、ゲヘナの谷はゴミを処分するための炎が燃え続け、ひどい悪臭を放つようになっていました。たくさんの遺体、燃え続ける炎、悪臭、まさに地獄。もともとゲヘナはギリシャ語で、英語に訳されるときに地獄、ヘルと訳されました。聖書に、また若者というものは燃えるゲヘナに投げ込まれますという一文があるように、もともと地獄とは谷のことだったんです。それがいつの間にか罪を犯した者が行く場所という概念に変わり、地獄という言葉が生まれました。もわーっとする熱気が伝わってくるようなこの絵は、ジョン・ミルトンの失楽園に出てくる地獄の首都パンデモニウムと、そこにある悪魔の宮殿が描かれています。ジョン・ミルトンの失楽園を簡単に要約すると、天国から追い出されたルシファーが人間を騙し、知恵の果実を食べさせる罪を犯させ、神に復讐する物語です。そんな物語の初めに書かれている悪魔の首都、パンデモニウム。空には赤い稲妻が轟き、宮殿の周りには溶岩が流れています。そして宮殿の前には悪魔の王、ルシファーが手を挙げています。ジョン・ミルトンの失楽園によれば、悪魔の宮殿は1時間弱で作られ、宮殿は人間界のどの宮殿よりも立派で金で作られていたとあります。確かにこの絵の宮殿、とても大きくて立派に見えます。しかしこの宮殿、見た目より小さいかもしれないんです。というのも、悪魔は人間より大きくて数があまりにも多かったので、宮殿に入る時には体を小さくする必要があったと失楽園には書かれているんです。なので、この絵に書かれている宮殿は想像するより小さいことが予想されます。まあそんなことは置いといて、溶岩流が岩に打ち付けられている様子、悪魔の持っている金の盾に反射する溶岩、まるで映画のワンシーンを見ているような気分になり、この絵を見ていると絵から熱が伝わってくるような気がします。
ダンテの書いた新曲では、地獄は9つの層に分かれていて、暴食の罪を犯した者はケルベロスの層へ落とされ、強欲の罪を犯した者は金貨の詰まった重い袋を永遠に転がし続ければならない層に落とされるなど、生前犯した罪でどこへ行くかが決まります。ここにいるのはダンテたち。あ、ここにいるのはケルベロスです。この絵では、薄暗い地獄で人々が悪魔に苦しめられている姿が事細かに描かれています。それにしても人間をいじめている小さい悪魔たちに混ざって、ひときわ目立つ真っ赤なロブスターがここにいるのが不可解なんですが、何の意味があるんでしょう。キリスト教では人は死んだ後、生前の行いにより、神によって天国へ行くか、地獄へ行くかが決められます。それが最後の審判と呼ばれるもの。フラ・アンジェリコ・フィレンツェが書いた最後の審判では、真ん中にお墓、右と左に天国と地獄があり、お墓の上で神が死者を振り分けている様子が描かれています。天国では天使と共に人々が楽しそうにしていて、ここでは人と天使が輪になって踊ってて、本当に楽しそうです。一方地獄では、人々が悪魔に苦しめられています。この最後の審判の絵は、教会に飾られることが多く、キリスト教信者はこの絵を見るたびに、罪は犯してはいけない、という気分になるんだろうな、と思います。日本で言う、悪い子にしてると鬼が来るよ、という脅しにちょっと似ていますね。それにしても天国と地獄で扱われ方がこうも違うのを見せつけられると、なんか死後の世界も不平等、世知がない世の中だなって思っちゃいます。最後に聖書に書かれている地獄について。聖書に書かれた地獄が実際の谷、ゲヘナの谷だったことは冒頭で言った通りなんですが、罪を犯した人間が死後に行く地獄は、聖書的にはどのようなところなんでしょう。ダンテや他の芸術家が描写した地獄は悪魔が支配していますが、これはいわば後付けされた物語で、聖書では悪魔は地獄を支配していません。悪魔のために地獄は作られ、地獄では皆平等に罰を受けます。よく地獄と共に聖書に現れる言葉が、炎、叫び声、そして硫黄。意外かもしれませんが、硫黄という言葉が出てきます。ラテン語で燃える石と言われる硫黄。硫黄は燃えると青い炎を出します。今まで見てきた地獄の絵は、全体的に赤い、もしくは茶色のイメージがしますが、実際の地獄は硫黄の炎色反応により、青い炎に包まれているはずです。この青い炎が見える火山がインドネシアのジャワ島にあるイジェン火山。イジェン火山は硫黄が豊富で、実際に硫黄が燃える時に出す青い炎が見れます。この山が現在見れる地獄に一番近い光景だと考えられます。つまり聖書に書かれた最初の地獄を実際に訪れてみたければ、イスラエルのゲヘナに行くことができますし、聖書に書かれている地獄の光景、燃え盛る硫黄の炎を見たければ、インドネシアのイジェン火山で地獄の青い炎を見ることができます。ということで今回は、たくさんの芸術家や文学者たちを魅了してやまない地獄についてでした。ご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またねー。